皆さんこんにちは、ヒロです。ヒロです。お久しぶりです。前回の動画の撮影からですね、おそらくもう3週間以上が経ちました。まあ、前回の動画から、まあ、早押しのクイズ形式にして、まあ、早く答えた方が勝ちという感じになってですね、前回は僕負けたんですけれど、英語3週間で相当伸びたんで、今回はちょっと負けないですね、多分。今日もですね、前回に引き続いて、2009年のセンター英語リスニング問題を解いていきたいと思います。なんかある目標とか。目標1問、1問正解。そうなんですね。今日は我々ちょっと疲れてて、正解へのモチベーションが今日ないんですよね。今日は1問正解ね。1問できりゃ上出来でしょう。じゃあ、わしもちょっと1問正解を目指してやっていこうかなと。じゃあ早速解いていきたいと思います。はい、今日はですね、前回の続き、前回は第3問の、A を解いたと思うんですけれども、今回は、第3問 B ですね。3問だそうです。で、長めの対話を一つ聞いてですね、適切な答えを選びなさいと。で、対話の場面は、2人の友人が赤ん坊の名前について話しているらしいです。で、17から19までに当てはまる名前はどれですかということになってます。はい、それでは早速解いていきます。準備。はい。じゃあいきます。では、始めます。Questions number 17 to 19. Look at this website. It shows the top 3 female baby names in the US by decade. Is my name there? Let's see. Your name was the most popular in the 70s. That's when I was born. Look, Amy and Melissa were also popular then, and I have 2 friends with those names. And your name was still popular in the 80s. It was ranked 2nd. My grandmother's name was the most popular when she was born in the 30s, and stayed the most popular for another 2 decades. Linda was very popular back then, too. And there are some names that only appear once. Yeah, like Lisa and Susan in the 60s. How about now? The top 3 are Emily, Madison, and Emma. Emily went from 3rd to the most popular in 1 decade. It's interesting to see how the popularity of names changes over the years. メモした方がいいのかもしれないな。Listen again. はい、わかった。631かな。17が6、で18が3、で19が1。うん。正直17が若干2回目聞いた時に自信なくなったんだけど、18がジェニファーだから3、で19がエミリーだから1か。だから3と1は一緒で、17、俺ね、リンダだから4にしたんだけど、なんか1回目聞いた時、俺もメリーだって思ったような気もしなくもないけど、わからんわもう。ちなみに17、6選んだ理由は何？ま、メリーにした理由は何？なんか、その後もずっと1位みたいなこと言ってた気がする。俺が17をリンダにした理由は、なんかばあちゃんが生まれたの30年代みたいなこと言ってたよね。うん。で、ばあちゃんの名前がその後の数十年も、なんかまだポピュラーだみたいな感じのことを言ってて、わからんもん。で、なんかわかんない。なんかリンダもポピュラーだみたいなことを言ってた気が、もう覚えてねえわ。で、リンダはなんかその、ばあさんが生まれた年にまで遡っても、ポピュラーだみたいなこと言ってた気がしたから、リンダにした気がする。わからん。俺もわからん。はい。で、18、なんだっけ、覚えてねえな。ジェニファーが多分、この人の名前なんだよね。うん、その、話してる人の名前で、で、なんか、1970年代に1位だみたいなこと言ってたのかな。うん、で、なんか、次の10年も、まだ、2番目にランクインしてるって言ってたかどうか覚えてないけど、なんか、まだなんか、ポピュラーだみたいな話をしてたんだよね、多分。セカンドって言ってた気がする。で、19番が、エミリーだっていう理由は、もうわからん、覚えてない。最近の年代で1位がエミリーで、でもこの10年で3位から1位に変わるもんだね、みたいな言ってた気がする。多分そんな感じだね。答え確認してみるか。はい、正解確認したところ631でした。はい、ということで。余裕。やべえ、負けたっていうか、俺しょぼ。もう一回聞き直していい？ My grandmother's name was the most popular when she was born in the 30s and stayed the most popular for another 2 decades. Linda was very popular back then too.
だ17番は、おばあさんの名前がメアリーだったんだよね。せやな。で、次の、まあ、10年、20年も、まだ人気だねって言ってて、で、リンダもだねって言ってて、って感じだね。うん。他なんかコメントある？気づいたこととか、聞き直して。特にない。お前今日やる気なさすぎでしょ。今日はたった3問だったけど、どうだった？余裕？今日は余裕だわ。ほんとかよ。やる気ない方が余裕だわ、これ。俺2連続で負けたっていう結構ショックな感じだよね。この海外在住者として、なんか海外になんか語学留学しようとしてる人にとってはなんかこう、希望を失うような、しょうもな、みたいな。まあそんなもんよ。まあそんなもんだよね。で、今回で、残りですね、あと4問なんですよね、この2009年のリスニング問題は。なので、おそらく次回の、動画が、まあ、この2009年のリスニング問題、最後になるかなと思います。なんかあるコメント？いや、これ一回、10年前ぐらいに解いてんでしょ、俺ら。そうね。全く記憶にないね。面白いな、これ。全く記憶にない。こんなんあったな、みたいなないよね、全く。全くない。まあ、人間の記憶なんてこんなもんだってことが分かってよかったかもしれないな。でも一回解いたことある問題って、まあ、割と覚えてると思うんだけど、いや、こんな問題形式だったっけ、問題形式自体初めて感ある。いや、まあ確かに。名前を6個の選択肢から選ぶみたいな。ああ、そうね。まあ一つだけ覚えてることとしては、全然聞き取れなかったなっていうのは覚えてる。いや、それすら覚えてない。まあ、あんまり出来は良くなかった。手応えはあんまりなかったぐらいは覚えてるわ。うん、手応えはなかったね、全然。他なんかコメントある？なし。あの、センター試験がさ、なんか別の名前に変わるんでしょ？うん。それに関してはなんかこう、ある？賛否、コメント、批判。まあ、特にないけど、何が変わるのかよくわかってないし。名前だけ変わるとしたら、マジで無駄。こう名前が変わって、あの、実際内容自体はあんまり変わらないみたいな。そういう感じになりそうな気がする。いや、そうだとしたらマジでゴミでしょう、ほんとに。まあ、あの、スピーキングがあった方がいいよね、おそらく。テストとしては。いや、それはテストにできないと思うけど。まあ、なかなか。全国一斉テストみたいな感じでスピーキングはちょっと難しいよね。それからジャッジできる人がちょっといないよね、なかなか日本には。うん。まあなんか、ネイティブができれば、ジャッジするべきだと思うけどもね。まあでも、伝わりゃいいと思うけどね。いや、まあなんつうんだろう、その、日本人同士だったら、伝わっちゃうっていうのはあるんだよね。そのなんか、日本語の文章元に英文を作ったりとかすると、うん、この人が言いたいことわかるわ、みたいな。うん、なんでかっていうと、その人が言ってる英語を、日本語に直訳したときに、意味をさせることができるから。うん。だ本当はなんかその、同じ日本人じゃない人もやっぱジャッジした方がいいと思うんだよね、俺は。まあ、それは間違いない。まあでも難しいでしょうと。うん、ってことで、次のテストを受験する人に一言お願いします。一言。うん、一言で。頑張れ。はい、ありがとうございます。貴重な一言ありがとうございます。はい、ということで皆さん頑張ってください。今日はですね、2009年のセンター試験、前回に引き続いてですね、第3問の、B の問題を解きました。皆さんどうだったでしょうか？僕は1問として、日本在住者は全問正解ということで、またちょっと海外在住者としてですね、ちょっとしょうもないところを見せてしまったという感じになってしまいました。おそらく次回がその2009年の、リスニングテストは最後になると思います。ということで、また次回の動画楽しみに待っていてください。動画視聴していただきありがとうございます。動画気に入ってくださったらいいね、シェア、サブスクライブ等よろしくお願いします。それではまたバイバイ。